はい、どうも、白熊先生です。今日はですね、AKS がですね、山口真央さんにですね、完全敗北するですね、まあ、道筋といいますか、未来が見えてきた。それはなぜかというと、山口真央さんを舐めすぎてたことが原因にあるということについてですね、まあ、僕なりにですね、いろいろと話していきたいと思います。はい。今ですね、この NGT、まあ、元 NGT48 のですね、山口真央さんが襲われた事件に関してはですね、まあ、大きな展開を見せてるんですね。それは何かというと、山口真央さんが自身のツイッターでですね、自分はそのファンたちとは一切繋がっていないと。うん。そして、むしろそのファンが、まあ、つながってるですね。つながってたかな今。つながってるかつながってたかどっちか分かり、過去形かは分かりませんけども、その現 NGT48 のメンバーとつながってた証拠ね。っていうのも私はちゃんと保持してます。持ってますよということを言ったんですね。はい。まあ、こういったですね、まあ、なかなかのですね、衝撃発言をツイッターでした結果ですね、まあ、大きくですね、今事態が動き出していってるってことなんですね。はい。で、その流れでですね、もし山口真央さんの持ってるこの証拠がですね、まあ、どこかしらでですね、公開されて、あ、やっぱり運営は山口真央さんに全ての罪を押し付けようとしていて、本当のね、現メンバー、本当の何かしら山口さん以外のメンバーと、そのファンの人たちが繋がってたってことを隠蔽しようとしたんだってことがですね、その証拠がですね、まあ、その、どこかしらでですね、公開されて明らかになってしまえば、もう本当の意味で AKS は終わってしまうっていうことになるんですね。うん。まあ言ってみたら物的証拠、完全なる、まあ今まででもですね、完全に黒には近かったんですけどね。うん。要は、その、限りなく灰色に近い黒だったんですよ。うん。ただ、そういったですね、物的証拠がないってだけだったんですよね、完全なる。うん。ただこういう風に山口真央さんの側からこれが出てしまうと、まあ AKS は完全に終わるなっていう風に思うんで、要は信用だったり信頼とかが地に落ちるってことですね。はい。でですね、じゃあ今回のですね、この一連の流れっていうのは結局ね、まあ突き詰めるとどういうことかっていうと、やっぱ山口真央さんという女性をですね、AKS がひたすら舐め切ってたせいだと思うんですね。うん。舐め切ってたせいで、ここまで大ごとになって、そしてですね、完全敗北への道、まあ、ロードがですね、始まってしまったと思うんですよね。うん。これですね、ちょっとね、今までの流れを振り返って、ちょっとね、どれくらい舐めてたかってことですね、ちょっとね、解説していきたいんですけども、まあ、まずですね、一番最初の流れとしては、山口真央さんはですね、まあ、この事件が起きる前からですね、要は一部のメンバーが、その、一部のファンと繋がってるってことはずっと指摘してたわけなんですよね。うん。で、そのことについて、ちゃんとですね、運営側に何とかしてくださいっていうふうに話を言ってたわけですよ。うん、でここからですね、すでに山口真央さんに対する舐めが始まってるんですね。それは何かというと、その山口真央さんのその意見に対してですね、まあ、完全に放置したってことなんですね。うん。要は話は聞くけども、じゃあ具体的に何かをするとかでもなかったわけですよ。うん。放置した、これがまず一つ目の舐めですね。はい、舐めポイントですね。はい。でそうこうしてるうちにですね、そうやって舐めてる間にですね、まあ言ってみたらファンの人たちが増長していって、まあ、最終的にですね、その山口真央さんを襲うというですね、言ってみたらあの事件が起きてしまうわけですよ。うん。で次にですね、ここに関しての舐めは何かというとですね、それをですね、まあ言ってみたら、その、まあ隠蔽しようとしたんですね。うん。要は、公にしないと。ね。ファンがアイドルにも、ね、ファンがですね、アイドルを襲うなんて言うんですね。これ、なかなかですね、大事件にもかかわらず、そのことを隠蔽する表沙汰にしないようにしたんですね。はい。ただ、そういう風に舐めたんですけども、結局山口真央さんに、まあ、言ってみたら、ショールームでね、言ってみたらばらされてしまうわけなんですね。要は、舐めてたんだけども、まあね、そういう風に完全にやり返されてしまったと。うん。ね。山口真央さんの行動力を完全に舐め切っていただくっていうことなんですね。はい。で、次にですね、どうなったかっていうと、その第三者委員会ですよね。うん。要は山口真央さんがそのことを暴露したせいで、要は第三者委員会を入れて、きちんと一回調べ直して、会見をしますよって流れになったわけですよ。うん。で、そこでもですね、やっぱ山口真央さんを舐めてるわけですね。うん。というのは何かというと、第三者委員会を入れました。じゃあこれが真実ですよ、でドーンって発表した内容が、あまりにもですね、真実と違ったってことなんですね。うん。要は嘘の発表をして山口真央さんを黙らしちまえと思ったわけですよ。で、これは完全に舐めですよね。はい。ただですね、そこに関してもですね、山口真央さんははっきりとした行動力で、その舐めをですね、もう弾き返しにわけですよ。それは何かっていうと、あれですね、リアルタイムでですね、ツイッターでバラしたやつですよね。うん。あの、伝説の記者会見ですよ。うん。あの、記者会見をしてる最中に、いや、今こういうこと言ってますけど、あれは違います。ああはこうです。みたいな感じで、山口真央さんがリアルタイムでツイッターでですね、その記者会見をしてるですね、第三者委員会プラス AKS の人たちですね、のですね、嘘を暴き続けたわけですよね。うん。で、その結果、それのツイートを見てですね、記者の人たちがそれをついて、その結果、まあ、そのね、記者会見を開いてる側がですね、まあ、ものすごい偉い人なんでしょうけども、うん。ありえないくらいタジタジになるっていうね。はい。あ、これ完全に何か嘘ついてるなっていうね、なんかバレバレになるくらいですね、まあ、タジタジになって物を隠すっていうですね、すごく情けないですね、伝説のですね、まあ、記者会見になってしまったわけなんですよね。うん。
でですね、結局ですね、それが、まあ、平行線、山口真帆さんはですね、AKS に見切りをつけてですね、NGT48 を辞めて、まあ、検温というですね、新しい事務所に入るわけですよ。うん。で、そこでもですね、せっかくですね、まあ、事務所を出たにもかかわらず、未だね、それでも AKS はですね、山口真帆さんを舐めてるわけなんですね。はい。じゃあ、それはどこからわかるかっていうと、山口真帆さんが辞めた瞬間に、山口真帆さんバッシングを始めたってことですよね。うん。まあ、おそらくですけど、その NGT48 にまだいる間っていうのはですね、やっぱりですね、建前的にはですよ、あくまで建前的にはですね、その同じ、まあ言ってみたらそのですね、メンバー仲間なわけですから、そこを叩くってことはなかなかできないわけですよね。うん、建前として。ただですね、山口真帆さんがですね、まあ言ってしまった、要は出て行って検温に移ったとなればですね、もう関係ないわけですよ。他事務所の人ですからね。うん、ってなったらもうこうなったら思う存分バッシングできるわけですよね。うん、だからこそ、まあバッシング、要は舐めてるからこそさらにバッシングをするわけですよね。うん。で、具体的にどういったバッシングをしたいかっていうと、NGT48 の保護者の人たちを集めてですね、山口真帆さんとそのファンの人が私的交流があったみたいなことを言うとか、まあ、もしくはですね、その襲ったファンの人たちとの裁判においてですね、完全にですね、もう山口真帆さんがファンと繋がっていたかどうかみたいな感じの方にですね、話の流れを持っていくっていうんですかね。うん。要は、その自分たちの責任問題というよりも、山口真帆さんの方にですね、そのフォーカスしてですね、そっちに注目を持ってて、自分たちのですね、イメージを少しでも和らげようとしているっていうんですかね。うん。そういう効果がすごく見えるんですね。まあ、その辺に関してはですね、訴えられてるファンの人たちも協力してる節は僕はかなりあると見てます。はい。でですね、そういった風にまね、また舐め切った行動をしてたわけですよ。ね、検温に移った山口真帆さん。そしたらそれに関して山口真帆さんがそれもさらに跳ね返しにかかるわけですね。それは何かというと、まあ今回ね、動画でも一番最初に言いましたけど、まあ、山口真帆さんがですね、それに対して激怒しましたとね、言ってみたら、うん。そういう風に AKS およびですね、スポニチっていうですね、まあ言ってみたら、新聞社かな、うん、新聞社が、まあ、山口真帆さんとですね、そのファンに襲ったファンに指摘交流があったみたいなことをですね、はっきりと書いたんで、それに対して山口真帆さんがツイッターで怒ってですね、うん、私はそんなことはないと、ね、なかったら現メンバーとそのファンとのですね、指摘交流つながりがあった証拠音声を私は持っているとですね、ねとはっきり言ったわけですよ。うん、これぞまさにですね、先ほど言ったその山口真帆さんは舐めた行動をまたバーンと弾き返したわけですね。うん、というのがですね、今まで一連の流れなんですよ。はい。だからですね、この流れを見てわかるとですね、本当にですね、AKS って山口真帆さんというですね、一人の女性をですね、本当舐めに舐めてたんですね。うん、舐め切ってるわけですよ。はい。ただここでやっぱり山口真帆さん何がするかっていうと、その舐め切った大人をですね、もうね、ことごとくですね、ひっくり返していくんですね。パーン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 ってね。うん。で、こうやってパーン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 ってひっくり返してですね、すべてをひっくり返していった結果、どうなったかっていうと、この山口真帆さんというですね、一アイドル、もう二十歳前後くらいですよね、山口真帆さんって。確か、うん、二十歳前後くらいのですね、一人のですね、女性がですね、なんと AKS という巨大組織をですね、追い詰め、そして完全敗北までですね、の道にですね、進ませるというですね、まあ、とんでもない偉業をね、達したわけですね。うん、やっぱりですね、ほんと山口真帆さんという人間、ほんと舐めてたんですね。うん。舐めて舐めて舐め切ってたからこそ、ここまでできたんですよ。うん。やっぱりですね、もっと早い段階で、絶対和解する手はあったと思うんですよね。うん。ちゃんと悪いことは悪いとしっかり認めて、山口真帆さんに謝罪してっていう手は絶対あったんですよ。うん。にもかかわらず、ずっとですね、ひたすらどんな状況になっても、どんな状況になっても山口真帆さんを舐めてですね、舐めたような行動を取ってた結果、それを全部パーン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 って一個ずつね、一個ずつ一個ずつね、その弾き返されていって、で結果、まあこういったね、まあとんでもない事態になってしまったと。うん。まあだからですね、ほんとね、今回の結果だからね、分かることは何かっていうと、AKS というですね、組織のクソさ。うん。こんだけ大きいですね、まあ言ってみたら AKB グループというですね、このアイドルの文化のですね、一時代を築いてですね、アイドルグループを作ったね、運営にも関わらずですね、とんでもないね、ほんとに6でもない大人たちがね、いっぱいいたというですね、ほんとクソ運営だってことが分かってしまったっていうこととですね、あとはその山口真帆さんがというですね、人間のポテンシャルですよね。うん。人間としてのポテンシャル、うん、が非常に高い、うん、本当に尊重そこらの女の子じゃないんだなっていうことがですね、本当すごくよくわかりますよね。うん、まあだからこそですね、まあ今回ですね、もう検温に行ってですね、活躍、まあ写真集出したりとかね、写真集も随分売れてるみたいですね、それで活動を始めてるみたいですけども、まあね、今後ですね、本当にすごくですね、まあ活躍してくれるんじゃないかなと思います。それだけのポテンシャルを、持ってるわけですから。はい。であとはですね、証拠が出るかどうかってとこですよね。うん、ここ大事なとこだと思うんですよ。その山口真帆さんが持ってるという証拠がですね、果たして出るのか出ないのかってここなんですね。うん。
まあ、その辺もちょっとね、気になるところなんですけども、まあ、正直、検温的にそれを止める可能性が、僕的にはちょっとあるんじゃないかと思いますね。要は、本当の意味で全面戦争は、やっぱ検温的に考えても避けるんじゃないかなっていうね。やっぱ検温もですね、やっぱ一個の大きい事務所ですから、その AKS、要は AKB にね、所属してるですね、有名なアイドル、人気があるアイドル、仕事がいっぱいあるアイドルの方もいらっしゃいますから、そういうことのね、衝突とかそういうね、まあ、食い合わせっていうんですか、番組での、共演とかね、そういうことをいろいろ考えて、まあ、山口真央さんに言わせない可能性はね高いと思います。ただそれでもですね、 AKS がまだ舐めたことをしてるんであればですよ、まださらにこの後に及んですよ、この後に及んで未だにですね、山口真央さんを舐めて、さらに何かですね、山口真央さんバッシング等をしてるんであれば、まあ、これは本当最終的に出るとこまで行くんじゃないかと思います。はい。だからいい加減ですね、AKS は山口真央さんを舐めるのをやめた方がいいです。これ以上舐めたら、ここ大事です。これ以上舐めたら、マジでその音声が僕は出ると思います。はい。まあ、そんなとこですかね。というわけでですね、この話にちょっとでも共感してくださった方、よかったら高評価、チャンネル登録お願いします。どうもありがとうございました。